皆さんこんにちは、今日は2024年11月の21日です。でしばらくねバイクをメンテナンスとかしてなかったんで、オイルを変えたりとかね、あとねリアのブレーキシューがねもうだいぶ減ってるって感じで、こうやって合わせるんだけれども、だいぶねもうかなり詰まってて、シューがもうかなり薄くなってんじゃないかなと思ってブレーキシューを変えたり、それから弱ってるねバッテリーを変えたりでね、ちょっといろいろやってきましたんで、ちょっとご覧ください。まず取っかかりはバッテリーを変える作業から始まってます。店内はねこんな感じでエアコンが効いてて、ガラスの向こう側が整備工場になって、中からねガラス越しに見れるようになってます。3台リフトがあってね、みんな一生懸命働いてます。やっぱり手際いいよね、どこを外せばどうなるって、専用の工具もあるしね、とにかく早い。ちゃんとねバッテリー、チェッカーで見て発電量とかも調べてやってます。もうあっという間にバッテリー交換終わって、今はねマフラーをね外すところなんですね。っていうのがリアのブレーキ、ドラムブレーキなんだけれども、ホイールを外さなきゃいけないんで、それにはマフラーが邪魔になるんですよね。こういうね T 型のレンチとかこういうのがあるとやっぱり早いやね。でもちょっとね情けなかったのが、全然掃除してなかったんで土とかがもうついたまんまになっててね、バラスごとにワイヤーブラシみたいでこのメカニックが掃除してくれてたのが、なんともありがとうございますって感じだけどマフラー外します。マフラー外した時に下にね土がなんかどさっと落ちたのがあれまって感じだったんだけど、あっという間にねマフラー外し終わります。今度はねホイールを外す作業に入ってますね。手際いいよね。やっぱり自分家でねやってこの地べたでやるよりもリフトで上げてるっていうのがいいね。外したパーツ一つずつねこの固まってるような土汚れを落としてくれてます。ドラムの方もね中きれいにして、でその後ねエアで拭いたりしてね、もう徹底的にきれいにしてくれてます。余分な作業だろうけどね、ドラムの中汚れてるんですよねやっぱりね。シューが減って、その粉みたいのがねまた結構溜まったりするんで、かなりね作業場の方は暑いんでエアでホコリ吹きながら自分の体にもメカニック上げてたよね。こんな感じで中から見てますけど、一つ一つねとにかく土汚れを落とさないときっちり組み付けられないっていうんで、ご苦労様ですって感じだけど、かなりたくさんのパーツがあるんでね、ドラムブレーキなんてシンプルなもんだけど、もうね新しいシューを組み込まれました。専門的に言うとリーディング&トレーディングっていうシステムになってるんだけどね。でホイールもあっという間に組み付けて、今ねブレーキの調整をしているところですね。ちょっとでもね遊びが少なかったかな、後でまた調整しますけれど自分で土汚れがすごいよねきっちりとやって、今度はオイルですね、エンジンオイルを抜いてます。かなり真っ黒に汚れてますね。約ね 0.9 リッター入るんですね。ドロドロです。でミッションだけね別個にまたちっちゃいオイルを入れるんだけれども、それはまた後回しで、オイルを抜きながらさっき外したマフラーを組み付けていきます。こうやって専門のねところでリフトで上げてって、でテキパキやってるとやっぱり信頼できますよね。他のバイク屋だとねなかなかこうはいかないんでね、なんとなくここのヤマハは信頼してます。で店内にねちょっとこんな感じの新しいモデルかな、ちょっとベスパ調のやつが置いてあったんで、俺かっこいいじゃんってね、これでね水色みたいなのがあればちょっと欲しくなっちゃうかもしれないな。結構大柄なんだけどね。なんだかんだ見てるうちに終わりました。リフトが下げられて、エンジンちゃんとかかるのかもちろんかかりますよね。はい、こんな感じでね作業終了となりました。こんな感じでね、バイクが調子よく
調子よくなったというか、まあ感覚としてはね、ブレーキがきっちり効くようになったってぐらいなんですけれども、オイルがね、2種類、エンジンオイルと、まあ、ギアの方のオイルですね、それが両方で345ペソンです。それから、ブレーキシューがね、435ペソンですね。それからね、バッテリーがね、在庫がないっていうんで、近くのバッテリー屋に買いに行ってきたんですけど、それが700ペソ。600ペソと700ペソのあったんだけど、ちょっとね、いい方選びました。はい。それから最後にね、全部取っ替えてもらって、工賃が、185ペソだったんですね。で、内訳っていうのが、オイル交換するっていう、その2種類交換するのが100ペソ。で、ブレーキシューを変えるのが75ペソ。それで、あ、違う、オイル変えるのが60ペソだ。で、ブレーキをシュー変えるのが75ペソ。で、バッテリー変えるのが50ペソ。で、合計で185ペソですね。780、1480のいくつだ ?1665 ペソ。1665ペソ。まあ、最後メカニックに50ペソチップやったんだけど、まあ1700ペソぐらいでね、バッチリです。で、まだね、しばらく乗れるようになりました。でね、まあこんな感じでバイク行ってきたんだけど、まあバイク屋が混んでる。朝のね、10時前に行ったんですよ。そしたらもうね、なんとか、工場の方に、デスクにね、オイルがこう並んでんのね。みんなオイル気にしてんだね、やっぱね。何人 ?6 人待ちって言ってて、これ多分、昼飯前にはできないからって言って、あれ、パゴ吠えてるけど、あ、ゴミのトラックが来たのかな?午後にね、昼飯の後に来てくれって言ってて、じゃあ、あと一人の順番になったらね、そのメール送ってくれって言ってね、家帰ってきて、今2時ちょっと過ぎぐらいにメールが来たんでね、帰ってきたんですけれども、みんなね、結構いいバイク持ってるよね。大きいの155とかでね、12万何千ペソとか、あと14万何千ペソするバイクがずらっと並んでんのね。で、僕のバイクがちょっと一番みすぼらしかったんだけど、まあシートがね、ちょっと赤いシートが色あせちゃってるから、余計みすぼらしく見えるんだけど、まあ目立つからね、ロビンソンの駐車場置いといても一目で、ああ俺のバイクはそこだってわかるし、まあ盗まれないだろうねまあ見た目はともかくね、中身はしっかりと整備して、でこの前かな、1年ちょっと前整備した時には、あのスクーターなんで無断変速じゃないですか。でこうプーリーがあって、その真ん中にね V ベルトが通ってるんだけど、その V プーリーの段付きが気になってね、もう2年ぐらい前か。普通気にならないと思うんだけど、こう、アクセル戻してちょっと開けた時にちょっとガックンと来るのが、新車の時と違うなというんでね、プーリーをちょっと綺麗に、あれどうしたんだっけな、プーリー変えちゃったのかななんとしてね、中身には結構きっちりと整備して乗ってます。もう買ってだいぶ経ってね、走行距離14,800キロ。まあそんな走ってないんだけどね、あの車4年前に買ってから走行距離がぐっと伸びなくなったんだけど、まあ、買ってからまだ一度もね、うるさいか、買ってから一度も倒したこともないバイクなんでね、まだまだ乗っていけると思います。こんな感じでね、今日ねバイクの整備でした。青が落ち着きないの、ほらパッパッパッとこれクラクション鳴らしてね、ゴミトラックがすぐ前まで来るんですよ。だからゲートを開けて外にポンと置いとけばね、ゴミ持ってってくれるんで、すんごい楽なんですけどね。はい、こんな感じで今日は失礼します。